まず一つ目のポイントです。話が長くまとまりがない印象でした。履歴は書類を見れば分かることが多いですので、詳しくお話しする必要はありません。その会社のことをよく研究し、その会社に合った自分の履歴を強調してお話しいただけるとすっきりとした印象になります。そのためには事前の準備が必要で、その会社のことをしっかり研究し、また自分の履歴の中で強みになる点をピックアップしておく必要があります。